結局今日は勝ち点1を分け合うという結果になりました。ゴールの中央へと入っていって左足シュート、グラウンダーのボール。後半にヴェルディが1点を取り返して1対1。チャンスになる、右足シュート、ポストに当たって跳ね返されました。まあ惜しい、じゃあ本当何も意味ないと思うんで、入るか入らないかで本当ものすごい大きな差があると思うんで、あそこで決めれるか決めれないかの差っていうのはすごい大きいかなと思います。どんな形でも久しぶりの試合でやったんで、勝ちたかったっていうのがあったんで、まあ、その部分に関しては納得できなかった。チームとしてはまだまだ、下を向く必要はないと思いますし、一試合一試合まず全力で戦って、今の順位っていうのはそんなに関係ないと思うので、一試合一試合まず戦うこと、まあ、前半戦はいい形で勝利することができましたけど、あの勢いあるチームですし、本当 J2 どのチームも簡単に勝てる相手はいないと思うんで、気を引き締めて練習からやっていければいいかなと思います。これからさらに厳しい戦いが待ってると思いますけど、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。